はい、こんばんは、川島です。今回の動画は30秒で怒り方を直すステレちゃんを今日は紹介したことを思ってるんですが、怒り方っていうのは肩が無意識に上がってるんですが、これは何が影響かというと、これは筋肉が上に上げてるという話ですね。要はその筋肉が上に上げる筋肉、僧帽筋とかいろんな筋肉があるんですが、肩甲骨上に上げる肩甲挙筋とか僧帽筋という筋肉があるんですが、猫背の人はちょっと上に肩甲骨が上がります。逆に胸がちゃんと開いてる人っていうのは肩甲骨が下に下がるっていう特徴があるんですが、少し巻きながら上に上がってるはずなんで、こうなってくると首が短くなっちゃって、こう太い首に見えちゃいますね。これがしっかり肩甲骨が落ちてくると綺麗な顎ラインも出やすくなってくるんで、首も細長くなって見えて、まあ、いい印象が出ますので、ぜひね、一緒にこの怒り方を直していきましょう。ではやっていこうと思います。今回のポイントは肩甲骨筋なので、この筋肉は肩を上に上げる筋肉なんですが、これを下に下げたいというところですが、プラスアルファでもう一個指揮してほしいな、皆さんはまず肋骨を下に下げる、肋骨をふーって下に下げて、肋骨を下に下げることによって肩がまたね、下に落ちてくれます。肋骨が上に上がってると肩が上がっちゃってくるし、肋骨が下に下がってくると肩も下がってくれるっていったメカニズムがありますので、必ずね、肋骨も下げながら一緒にやっていきましょう。はい、ではポイントは手を後ろに回して、こんな感じ回しながらグッと下かつ横に引きます。この状態で右肩を下にグッと引いた状態で頭を左側に倒す、こんな感じ。そうすると右のこの首筋が伸びる感じがあると思うんですが、この状態で30秒キープですね。でこの時に肋骨も下げていく。はい、ちょっとこれで30秒一緒にやっていきましょう。ではいきます。 3、2、1、GO。この時にしっかりここがピーンと伸びてる感じを感じてくださいね。しっかり感じながらやっていきましょう。今やった方とやってる方の肩の違い、これ分かりますかね。右がちょっと下がってる感じ、左が上がってる感じ、これ分かりますかね。こんな感じで下がってます。分かりました。なのでポイントはしっかり手を後ろに回してグッと引っ張って肩を落とす、この状態で首をグッと右に向けてここピンって張る感じ。はい、この感じで30秒キープしていくだけですね。これも筋肉の癖なんで、筋肉も毎日ストレッチをしていれば必ず癖が取れてくれます。なので怒り型ストレッチ、ぜひこれはね、悩みがある人は1日3回やってくると癖が取れてきますので、自然とね、肩が落ちてきますので、ぜひね、参考にしてみてください。はい、それですね、ぜひね、Twitter、Instagram、ぜひね、チェックの方よろしくお願いします。今回みたいな動画がいいと思ったら、ぜひね、グッドボタン押してコメントの方もぜひよろしくお願いします。そしてこんな感じで続きがありまして、続きが呼吸法ですね。呼吸法、1日何千回もね、する呼吸法なんですが、この呼吸法を間違ってくると肩がね、で呼吸をしていると正しい呼吸法じゃないので、肩がね、どんどん上に上がってきます。なので呼吸法を間違えてしまったらどんどんね、肩が上がってきますので、その呼吸法を直すね、整体師が教える正しい呼吸法、人間の本来あるべき呼吸法をね、教えたね、動画の方は下の概要欄に貼ってますので、ぜひね、下の概要欄から、正しい呼吸法をぜひね、チェックしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。こんな感じで川島式整体と川島式小顔矯正を受けれる店舗が宮崎と東京にありますので、興味がある人はぜひホームページをご覧ください。